SNRNP の核内定分子、RNA 構成要素である。有意 SNRNP は、RNA、タンパク質複合体であり、プレ・メッセンジャー・ RNA のスプライシングの際に、他の SNRNP、未就職のプレ・メッセンジャー・ RNA、そして様々な他のタンパク質と共に、巨大な RNA、タンパク質複合体であるスプライスソ,ソームへと、組み立てられる。 スプライシングは主要な転写後就職であり、真核生物の核でのみ行われる。人では、U1 スナルナの長さは164塩基であり、4つのステムループを形成し、5末端にトリメチルカグアノシンのキャップを有している。3番から10番までの塩基の配列は保存されており、RNA スプライシングの際に、イントロンの5スプライス V を塩基体を形成する。 126番から133番までの塩基は SMV を形成し、その周囲に SM タンパク質のリングが組み立てられる。ステムループ I は U1 から 70K タンパク質に、ステムループ2は U1A タンパク質に、ステムループ3と4はコア r n p ドメイン、SMB、B、SMD1、2、3、SME、SMF、 SMG からなるヘテロ7両体、SM リングに結合する。U1C は主にタンパク質乾燥後作用を行う。5スプライス VA の U1 スナルナの結合は、スプライスソ,ソームの組み立てに必要であるが、十分ではないことが、実験的に示されている。U2SNRNP という5、U4、U6 トライ SNRNP のリクルートの後、 スプライソソームはスプライシング反応の触媒の前に後、スプライス V を U1 スナルナから U6 スナルナへと受け渡す。構成動物と酵母の U1 スナルナの配列と二次構造には大きな差異が存在し、酵母のものはかなり長い。しかしながらすべての U1 スナルナにはヘリックス I、II、II の近位領域、ォーという共通したコアが存在している。近年、 選択的ポリアデニル化部位の選択の調節に関する U1SNRNP の標準的でない役割について記載された。転写率の増加は U1SNRNP を吸収し、その利用可能性を低下させることが提唱されている。このモデルは実験的に指示されており、アンチセンスモルフォーリノーリゴヌクレオチドによる U1SNRNP レベルの低下は 用依存的にポリアデニル化部位の使用頻度の変化をもたらし、より短いメッセンジャー RNA 転写産物が形成されるようになる。U1SNRNP は多くの疾患、特にミスフォールリングしたタンパク質によって特徴付けられる疾患への関与が示唆されている。例えば U1SNRNP のタンパク質構成要素の一つである U1 から 70K に関して、 健康な人物の脳細胞由来の U1 から 70K はアルツハイマー病患者の脳細胞由来のアミロイド、凝集体の存在下で不要性となることが判明している。同様に、家族性の筋移植性即作効果症患者由来の繊維目細胞では U1SNRNP のコア構成要素は変異型不スタンパク質との細胞質での誤った強極剤が見られる。 この研究では、U1SNRNP の実験的なノックダウンによって運動ニューロンの切断が引き起こされており、スプライシングの血管が ALS の病院に役割を果たしている可能性が示唆されている。また、U1 の過剰発言はオートファジーのレベルを上昇させ、リソソームの生合成を変化させる。テレスクリプティングは U1SNRNP が プリマチュア・クリービジアンドポリアディナイレーションを抑制し、長い転写産物の合成を可能にする過程である。イントロンには、ポリアデニル化シグナル呼ばれる部位が存在する。これらの部位は、プレメッセンジャー RNA の切断と、ポリアデニル化による、末端形成が行われる部位である。コースプライス部位における役割に加えて、U1SNRNP は、プレメッセンジャー RNA 中の、 こうした露出したパスを隠すことによって、新生転写産物を保護し、プレメッセンジャー RNA の身長反応が継続されるようにする。U1 によるテレスクリプティングは長距離の転写伸長に特に重要であり、U1 の阻害によってピークッパを受ける遺伝子の長さの中央値は39キロバイトである。ありがとうございます。